どうもみなさん、こんにちは。えです今回ですね、私がこよなく愛するですね、えーっと、今回ウィザードの紹介となっております。ウィザードはあの、何が強いかって言うとですね、やっぱりその、もうやばいほどの攻撃力ですよね。あと、あんま知られてない、まあ、そんなに気にしないと思うんですけれどもあの、拡散ダメージなんですよね。要するに範囲攻撃。 あのウィザードの塔と同様に範囲攻撃なので援軍で出てきたアーチャーとかをねあのライトニングをぶっ放すことなくそのウィザードの範囲攻撃攻撃を生かしてもう3体ぐらいでもアーチャー20体ぐらいを焼,焼いてしまうということもできますそしてですねやはりウィザードを使うにあたってやはり一番。 で、ね、その活用したいのは攻撃力なんですけれども、ウィザードは打たれ弱いんですよ。例えば、あの迫撃砲とかには？あの、迫撃砲などの拡散ダメージに対しては結構まあ、数発耐えるんですけれども、大砲などのその単発単一に攻撃してくるものに対してはちょっと弱いので、やはりジャイヒージャイアントを前に出しておいて、それを。 攻撃対象とさせてておいてウィザードか後ろからやるという方法が一番やっぱウィザードが活躍するんじゃないでしょうかねうんでもやはりやっぱウィザードはやはりまあ強すぎるゆえに、まあ、無差別攻撃なのでまあそうですねそこまで過信をしてはいけませんけどもジャイヒーで後ろからつけるというのは本当に戦場で襲うべき存在になるかなと思いますねあとはやっぱりその壁越しに攻撃できるってことで やはり邪ひのね後ろにもできますしやはりアーチャーと同じ特権を持っているので相当強いかなと思いますアーチャーのえー、まあアーチャーじゃねえわウィザードのね、まあ、強いところでしたもみんなウィザード使いまくりましょうさよなら